パース空港でのエメリーワールドワイドの DC-8 エメリーワールドワイドとは、かつて存在した世界有数の貨物航空会社であり、カリフォルニア州、レッドウッドシティに拠点を置いていた。ボーイング727から 51C ダングラス、DC-9 から15航空会社は1946年に設立し、貨物航空会社としては、初のアメリカ政府から、 運航証明書を取得した航空会社だった。それから40年間もの間はアメリカ最大規模の貨物航空会社となった。2001年8月13日、エメリーワールドワイドは航空機のメンテナンスがおろそかだったことを理由に保有する全機材を運航停止処分とした。2001年12月5日、航空会社が正式に運航停止を発表し、運送業務のすべてが 他の航空会社委託された。運航停止後、ストアに置かれた DC-102004 年、UPS 航空がエメリーワールドワイドの後継会社であるメンドワールドワイドフォーワーディングを買収。現在、UPS はエメリーワールドワイドというブランド名を使用して UPS サプライチェーンソリューションというマーケットを立ち上げている。ありがとうございます。